皆さんこんにちは。こんにちは。おたかコーチ、今日のお題は何ですか？今日のお題は CQ ダブルスで勝ちたいならここに立てをやりたいと思います。おー、はい。ダブルスの全員のポジションなんですけど、どこに立っていいかわからないことが多いと思うんですよ。なのでこれをやりたいと思います。なるほど、はい。でまず前衛のポジションの役割を覚えることで、皆さんが今お困りの今ポーチに行きたいとか今プレッシャーかけたいとかっていう役割がはっきりすると思います。なのでこれをやることで皆さんの勝ち星も増えていくと思いますので、ぜひチャレンジしてください。楽しみですね。はい、ザスタートです。C 級を卒業するためのレッスン動画です。正しい知識を発信していくので、ためになると思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、それではですね、サーブ打つ人側の前衛のポジションをやっていきたいと思います。じゃあ一応サーブの時の前衛のポジショニングなんですけど、よくあるのはアレーコート寄りで構えてるっていう状況で、この状況で一番よくないのはちょっとこう横に動きましょう。でボールの方見てるけどなんとなく触られへんかなっていう状態だけ動いてる状態は良くないですね。まずボールを目で追っかけてて手は出ない状況、これが良くない状況になってきます。こうなると機能的なことができないので難しくなって、まあストロークの打ち損じが出た時にどっちかが決められる、ミスをするっていうことになるので、ミスマッチのテニスになってしまいます。では改善点ポイントの一つ目、一歩前に動くをやっていきます。打たれた時に少し中央に一歩前出ましょう、ちょっと動きをしてあげるだけでちょっとプレッシャーがかけられるようになってきます。そうですね、こういう動作ですね、こういう動作になってきます。 OK、こういう動作をしてあげるだけで少しプレッシャーを感じてもらえると思います。でまずはこの一歩中に入るっていうのをやってもらいたいんです。ただこのポジションがいいわけではなくって、仕方なくこのポジションに入っててよく分かんないから立ってる。でここから一つゲームでポイント取っていこうと思うと、ボールを目で追ってずっと追いかけて横のこういうフラフラした動きをするんではなくって、一歩ボールの方に入っていこうっていう風にやってもらえるといいかなと思います。はい、それでは改善点のポイント2つ目、最初のポジションはサービスボックスの中央で構えるをやっていきたいと思います。まずやってほしいことはサービスボックスのややまあ中央に立ってもらえればいいかなと思うんです。ここは改善ポイント2つ目なんですけど、要は立ってしまったものはもうそのまま使ってください。ただ立ち位置としてはそのサイドから大きく中央に来ることでプレッシャーのかけ方は違ってくると思うんですよ。でここに立った上で最初のポイントの一つの一歩前に出るってことも加えてもらえれば、さらにプレッシャーをかけることができると思います。じゃあまずここからやってみましょう。はい、入ってトンと入ったりとかっていうことができたりする。中央から入って一歩中に入っとくことで触れる範囲が広がるっていうことですよね。ここが非常に重要です。ここをちょっと意識してもらって、まずサーブを打たれました、そしたら前に入ってプレッシャーをかけて戻る、前に入ってプレッシャーをかけて戻る、前に入ってポーチで決める。でこれ前に入ってる分だけでボレーが結構簡単になってくるんですよね。で割とこれが前に入らないとどうなるかっていうと、例えばこの真ん中取ってますポジションでも前に入らないとボール触れないし、でしかももしボールが来た場合に関しては受ける、でもこういうボールを返すことになるんですよね。そしたらやっぱりまあラリーもしてるし触れない。でもう一つはもし来たとしてもローボレー、ミドルボレーになるので下から入るボレーが浮いてくるでしょ。そしたら相手にチャンスを与えてしまう。でも中に入ることで上から押さえが効きますよ。そうなるとちょっとこっち打ってもらっていいですか。例えばこの位置でボールを受けたとしますね。受けたとし、じゃあ一回こうやって上がるでしょ。この上がる間に動けちゃいますよね。で逆に
ちょっとネット前に立った時に何が起こるかっていうと、じゃあ前に詰めた状態の位置にいますね。で来ると今度はこう上から来るのでちょっと動きづらいでしょ、どっちかっていうと。っていうことは一歩中に入ることでこの上がっていく時間の分が削除されて決まるので、相手の時間も奪えるので、備え頑張ってパチッと打たなくても決めやすくなるって条件が出てくるので、一歩中に入ってもらえればいいかなと思います。それでは改善点の3つ目、サーブのコースによって立ち位置を変えるをやっていきます。一歩中で、その次にいい位置、まずはサービスボックス中央に入るってことをやってもらえればいいかなと思います。で次なんですけど、じゃあこの位置で、まあ、前に詰めるって言いましたけど、じゃあ例えばサイドに打ってセンター詰める、でもしかしてでもサイドに行って、今のやったら例えば僕はセンター詰め、もう一回詰めます。で、はい、例えばサイドにサーブが行きます。で僕が間違ってセンター詰めたら、はい、ストレートは行けますよねってことになりますよね。じゃあこれって前詰めたじゃん、言われた通り、でも方向が違うんですよね。ここがポイントで、じゃあ立ち位置を覚えました、で前に詰めることを覚えました、でもどこに詰めるのって言ったら、ボールの行った方向に上が少し詰めてあげる方が取れる範囲が広がります。で例えばサイドにボールが行ってしまったんだったらば、この前衛は中央からサイドに詰めますね、アレーコートに向かって詰めていく、で打てる範囲を広げましょう。でこれがポイントで、よくどこに詰めるのって、前には詰めてるけど守れない、例えば相手に対してまっすぐ詰めてる人もいると思うんですよ。こうなるとやっぱり難しくなってて、詰めるのはボールの行った先に向かって前衛が詰めてあげることでだいぶ変わってくると思いますっていう風な形になってくると思いますね。なのでじゃあ例えばセンターにボール行きましたっていうことになれば、センターに詰めていくっていう形でボール近くに行けますよね。こういうことは結構大事です。じゃあこれを繰り返していけば、例えばそうそうそう、こう来ると、まあ、ラリーをしてますってなった時に、じゃあペアが打ったところに向かって詰めましょう、戻りましょうっていう風な動きになってきますね。そう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 、こういう風なプレッシャーをかけていきましょう。 OK です。そうですそうです。でラリー戦になるとこういう風なちょっと淡白な動きになりますけど、こういう風なボールの方に向かってプレッシャーかけていくってことをやっていただければ、サーブ側の前衛の優位さは出てくると思うんですよ。で触る機会は少ないです。でただ少ないですけど、これをやることでチャンスをものにしやすくはなりますので、ちょっとしんどいですけどやってもらえればいいかなと思います。レシーブ側のポジションの慣れてない、試合にあんまり出てない人のポジショニングをやっていきたいと思います。よく見かける位置っていうのは、サーブと同じ位置に立ってしまって、じゃあここに立ってますっていうのがあるんですね。まあ極端な例ですけど、ここまでないわっていう人もいるかもしれないんですけど、こういう場合もあると思います。でまずはじゃあここになんとなく立ちました、サーブ側と同じように、でレシーブはレシーブで立ち位置が違うので、まず前衛前立ってよって言われて素直に立つんだったら、多分ここに立ってしまうと思うので、まずここに立ってるところからゲーム形式やっていきたいと思います。そうこうなレシーブが返りましたで行くと、ふわっとしたボール前衛に渡し、そうでこうなる、こういうふうになるんす、こうなるんす、怖いよね。でここで反応しようと思うとラケット出す前に手が出ちゃうんですよね。こうなるとよく見かける試合中ね。でこの風になると触りたくても触れないし、返すのが難しくなると思うんですよ。もう一回行きましょう。そうですね、そこで行きます、そう行きますね、こう来る、そうそこで、そうなんですよ。でこれ取りたくないんですよね、っていうか取れないです。ちょっと遠いのもあるし、で早く感じちゃうので反応ができない。じゃあこれで、じゃあ改善点のポイントに持っていきたいと思います。改善ポイントの1つ目、最初のポジションはセンター T 字の後ろから相手の前衛の動きを見るをやっていきたいと思います。この T 字の位置に立っておきましょうっていうぐらいで、ここでですね何をするかっていうと、前衛のポーチに対してちょっと警戒をしておきましょうってことになる。でここに立つことで2人が見れるんですけど、ここに立つことで視界からちょっと前衛が消えちゃうんですよね。
こうなると守りづらいっていうのと、急にボール来るがわってなるんですよね。でここで驚いてしまうと、もう取る取らない以前の問題になっちゃうので、じゃあ最初から見えてる位置はどこなのっていうと、 T 字の位置ぐらいに構えてあげるのがいいと思います。でここで前衛との駆け引きを始めてもらえればいいですよね。ここが改善点の一つ目になりますね。じゃあやってみましょう。いよいよ繋いで、そこからそう来たね。でこういう風に触ってこれるよね。前衛を警戒して見える位置にいれば手も出やすいんですね。っていう風に 手も出やすいですよね。で要はここにいることで相手を見ているのでタイミングが取りやすいです。で見やすいので、まずは誰とテニスしたらいいのっていうのは分かりやすくって、まあおおよそ2人なんですけど、視界から外れないことで常にこう警戒ができるんですけど、このポジ最初になんとなく入ったポジションで警戒ができないです。ここの見えてる範囲の差は大きいと思うので、まずはここの立ち位置をちょっと警戒してもらえればいいかなと思います。それでは改善ポイントの2つ目、サービスの時と同様に一歩前に詰めるをやっていきたいと思います。ポイント2つ目なんですけど、これもサービスと同様に詰める動きもしていきたいというところですね。まあここでディフェンスがしっかりできるようになりました。じゃあずっとここにいちゃうこともあると思うんですよ。でこのポジションから始まるなんですね。割とこのポジションですじゃなくて、ここから始まるので、ペアがボール打ちましたって時に、この人は中に入ってコートのど真ん中ぐらいに入ってきてもらったらいいと思います。そのまま前に少し入るってことを意識してください。で当然僕が前に入ってるので、そっちの前衛だった方は下がるんですけど、 T 字の方に下がっていただければいいかなと思います。こういう動きが出てきますね。ペアの方にボールが来ると、このポジションからここに移動するっていう動きになります。こうなることで一つワンランク上のダブルスの感覚ができてくると思うので、ここをやっていきたいと思います。では始めましょう。じゃあ入ります。で戻りますよ。そうでポーチン、でもこういう動き、今のポーチンはこういう動きですよね。もう一回いきます。入ります、戻ります、入ります、ポジション、はい、そうそうそう、はい、でこういう動きで、結構ね今やったように戻りことところが違くなってくるでしょ。これを正しくやってもらいたい。で戻り方があって、どう戻るのが一番正しく戻る、今ね方向が分からなくなったのはなぜかっていうと、一つポイントがあって、こう入るでしょ、で前詰めましょう、でこう下がる人多いんです。こうだとここに来るから T 字が外れてくるよね。でここを僕ら見てるんですよ割と。なので入ります、半身になって戻りますだと戻りやすいです。これポイントですよ。割と正しくこのポジションを外さないで戻るのがポイントなので、今さっき動画で多分僕はまっすぐ入って斜め向いて下がってたんですね。でユージンはそのまま前に入ったは OK ね。最初は戻らなきゃってなるんだけど、だんだん入っていくと後ろだからこう戻ってくる。だって方向わかんないもんね。でも前に入ってサイドでこう動いていく方がコートは見えてるから距離感分かるし、後ろじゃない、相手中心じゃないから相手を見ながら自分のコートも視界に入ってるわけよ。そうすると戻りやすいから、位置を間違えないで済むね。そしたら隙が出ないよね。じゃあもう一回同じことをやってみましょう。はいはい、スタートします。で戻ります、そう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 、スタートしますOK、まいった、そうそうそう、でいう風になってくるよね。でこういう風な動きだと早く戻れない。はい、入ります、で下がります、はい下がります、そうそうそう、帰ったよ、はい、でも OK、 でも結構忙しいんだけど、これだと役割がしっかりしてるし、ポジション間違ってないよね。うん、今のは下がることを一生懸命やったので、どうしてもサイドケアを忘れちゃった。これはさっきはね、ボール行った方向に詰めましょうっていうこと。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お
小高コーチ、今日のまとめをお願いします。はい、今日のまとめなんですけども、やはりあの役割っていうのを覚えたことで、今プレッシャーかけたいで、今ポーチに行きたいで、あとストロークを打ってる人との駆け引きが出てくると思います。でこれを覚えることで、やはり勝っていけるで、テニスの試合が面白くなるってことになりますので、ここを皆さんチャレンジしていただければいいと思います。なるほど、はい、皆さんも頑張りましょう。頑張りましょう。はい、それではですね、改善ポイントの2つの同様に、サーブの時と、もう一回お願いします。